今回こちらの OM システムギャラリーで展示をさせていただく小池です。今回の展示のタイトルはザ・デルタ、副題がガンジスの海、聖なる島というものになります。ガンジス川は皆様ご存知だと思うんですけれども、そのガンジス川が海に注ぎ込むところに 大きなデルタの地帯があります。そこにガンガサガール島というのがあります。ガンガサガール島は、ガンジス川が海に注ぎ込む場所として、昔から多くの巡礼者が集まるところでした。ガンジス川の沐浴は皆様ご存知、見たことあると思うんですけれども、海の沐浴は川とまた違って躍動感に富むもので、とても美しい風景になっています。一つはその、写真にそれを抑え詰めたものになります。そして、ガンガサガール島というのは島なので、島というのはやはりちょっと昔ながらの風景が、習俗が残っているもので、私が初めて行ったのは25年ぐらい前なんですけれども、その頃はまだ電気も水道もガスもないような暮らしで、今はもちろん電気は通っているんですけれども、昔ながらの、暮らしが息づいていますので、その風景を収めたものが一つになります。あともう一つは、そういう自然の力を得ながら、恵みを得ながら生活をしている反面、自然には災いというものもありますので、結構この島というのはすごくサイクロンの通り道で、災害が多いところです。で、日本ですと防波堤とかでこう自然を遠ざけることはできるんですけれども、ここはそういう科学の力がないので、それがない人々がどのような力によってそういう自然の力と向き合っているか、そういうのをこの写真展で、ご覧いただければと思っています。で、トークショーなども、9月の14日には風の旅人の編集長の佐伯さんで、16日には、日本外語大学の先生の、戸川さんとトークショーもありますので、もしよろしければお越しください。よろしくお願いいたします。